はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。だいぶ暖かくなってきてね、体の調子が皆さんどうでしょうか。体の調子に非常に重要なミネラルね、ミネラルなしではっていうこの話をいたします。前回農薬のことに関してね、土の中にたくさんのミネラルがなきゃいけないんだって言いました。でね、私たち人間が元気はつらつでいるには45種類ぐらいのミネラルがあった方がいいって言われてるわけですね。これは土の中に必要なミネラル、その量に基づいてそれを私たちが入れることで、でね、ミネラルが入らないとね、神経伝わらないんですよ。そして電気的な反応、シグナルの反応出ないんですね。で、電気的なシグナルと言っても、例えば磁石あるじゃないですか。北極と南極の磁場がありますよね。こういうことにも反応していく、動いてくれる微量の毛細血管がで動くというねことも、このミネラルなしでは起きないんですね。それから酵素だ酵素だって盛んに言うじゃないですか。酵素反応、これミネラルなしではいかないんですよ。食物繊維が大切ですよ。腸内細菌のためには食物繊維が大切ですよって言ってますけど、食物繊維だってミネラルなかったら動かないんですよ、皆さん。だから繊維だけ入れたってダメなんですよ。ミネラル一緒じゃないと。というふうにですね、ビタミンもミネラルないとダメ。タンパク質、アミノ酸だってミネラルないと動かない。という、もうミネラルが基本なんですね。お医者さんもね、医学部時代の教科書の中にちゃんと書いてありますから、海水、これナトリウムすごく多いじゃないですか、塩のナトリウムがね。私たちの体液ってこれを4倍に薄めたぐらいの体液ですよね。そうすると私たちの結晶だとか組織液だとかというところもやっぱりナトリウムが多いんですよ。4倍で薄まってるだけですから。ところが問題はね、細胞の中ですね。細胞の中はナトリウムが多いんじゃないんですよ。カリウムとマグネシウムなんですね。このカリウムマグネシウムというのは、これは何から取れるのかといったら、生野菜じゃないですか。生のお野菜をバリバリとお食べになることで、カリウムやマグネシウムが取れるわけです。または昔ながらのいわゆる無農薬の玄米とかね、食べる、いい豆を食べるでカリウムマグネシウムで、熱中症対策はマグネシウムがあると、これがエアコンディショナー、細胞の中のエアコンです、ね、ですから水をしっかり入れながら、カリウムの多いお野菜とか漬物とかね、漬物、夏は漬物いいじゃないですか。そういうものを食べているとマグネシウムがいっぱい入ってるから。ですから考えてみてくださいよ、皆さん。もう戦争前の75年以上前とかですよ。で、エアコンなんてないんですよ、皆さん。扇風機ないんですよ。うちわでこうやるぐらいのもんですよ。あの時代にみんな夏でも畑仕事しながらとか頑張ってたじゃないですか。マグネシウムです。で、マグネシウムは心臓のミネラルとも言われますよね。ね、ですから、こういうね、カリウムマグネシウムをどのくらい効果的に体に入れるか。マグネシウムというミネラルが、この細胞の中での酵素反応。酵素がいろいろと反応する。この中でミトコンドリアがエンジンかかってですよ。行かなきゃいけないでしょ。その時にマグネシウムと同時に、もう一つ皆さん知っていただきたいのはね、微量のミネラルです。この微量のミネラルというのがものすごい必要なんですね。計測できないぐらいのね、鉄だとか、銅だとか、亜鉛だとか、クロームだとか、マンガンだとかって、もう微量のものもこの中にちゃんとないと、そしてマグネシウムと一緒になって、酵素反応が起きるんですね。それが、こう、クリーンなね、いい状態を作るっていうことになるわけです。だから、これが基本ね。で、続けて言いますよ。がん患者さんってどういうふうになってるかというと、
カリウムが圧倒的に少ないんです。そしてナトリウムが多くなっちゃって体の中に入っちゃってるんです。そうするとナトリウムが多いってことはね、どういうことかというとね、妊娠してるとき、お腹に赤ちゃんがいるときっていうのはナトリウム主導型になりますから、ナトリウムが多いとね、分裂スピードがアップしちゃうんですね。だから塩を入れるわけにいかないんですね、がん患者さんの場合には。塩じゃなくて、じゃあ塩入れなかったらミネラル取れないじゃないか。違います、生野菜、そういうミネラルを入れながら塩のナトリウムを落として入れないようにしながら、このナトリウムを吐き出して、がんが分裂スピード上がったら困りますから。ですから、スピードを上げないために塩をゼロにして塩を入れない。ナトリウムは野菜の中にいっぱい入ってますから。はい、しょっぱくないだけでちゃんと入ってますのでね、心配なく入れてください。で、このカリウム、ナトリウム、マグネシウム、カルシウムというね、この塩ミネラル、これを意識しながら、絶えず足りないのはカリウム、マグネシウムですから。ね、これを補うようなつもりでお過ごしいただきたいなって思います。はい。細胞の中と外のミネラルのことをお話ししました。終わります。